常ね駅は山梨県中駒郡昭和町上加藤にある東海旅客鉄道見延線の駅である。島式ホーム1面2線を有する地上駅。北側から駅舎、1番線、2番線の順番に並び、1番線に甲府方面の列車が、2番線に富士方面の列車が発着する。ホームの小井川方の橋のスロープを通り、1番線の線路を横切って駅舎に行く。 安全のため線路の手前に構内踏切があり、遮断機と警報機がついている。駅舎はコンクリート作りだが小ぶりで簡便なもの。内部には待合所の他に小さな窓口も設けられているが、無人駅であるのでシャッターが降りている。また、自動券売機等は設置されていないのでこの駅で切符を購入することはできないが、毎年8月7日に、 市川三里町で新名の花火大会が開催される、時に限ってこの窓口で乗車券を購入することができる。この駅舎は1999年3月にできた、ものでそれ以前には木造の駅舎があった。南甲府駅管理。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。中駒郡昭和町にある駅だが、駅の南西すぐに中央市との境界線が走っている。 昭和町役場はこの駅と国母駅の中間付近にあるが、わずかながらこの駅からの方が近い。あたりには田畑が広がっている他住宅も見られる。2011年に開業したイオンモール、甲府昭和が都保圏にあるため、当駅を利用する乗降客も存在する。休日や夏休みなどの長期休暇時には、主に自家用車の運転ができない。 高校生など若者の利用が多くあることもあり、ワンマン列車の当駅到着後には下車生産で時間を要して遅延することもある。常営駅バス停は常長駅前ではなく常営駅横の古墙橋にある。また、上下東四つ角バス停は常営駅から数分歩く必要がある。ありがとうございます。